2018ここが出た「官業本試験回答速報」というお題でですね2018年度の管理業務主任者こちらの本試験の回答速報を始めていきます。私亀田が担当するのは実務会計設備ということですね改めまして担当はレクセンに講師亀田ですよろししくお願いします。 皆さんお疲れ様でしたね、えー、全般的なところからいきますとん結構解答作業に時間がかかったということは難しかったですね。えー、っと去年の合格ラインでいうと36点なんですが。あの 下がると思いますこちらはねで、えー、何点下がるかっていうところなんですが結構下がるような気はしておりますね。で私が担当している実務会計会計と実務は比較的というか結構簡単だったんですが設備が結構難解でした。で まあ聞くところによるとあるいは少し見た範囲で言うとですね法令も結構解きにくかったのでうんやっぱり点数、えー、まあ希望的なところがありますけれども2点3点去年よりもいやもうちょっと下がるんじゃないかなっていう気はしております。た、まあ、ただこれね、えーっとまあ、難しししく感じても回答できるような問題があったりしますし それから簡単なようでね、えー、引っかかるような問題もあったりするのでまあそうですね、まあ、少し統計が揃ってきた後、ねまあとね推定点などはお出ししますので、まあ、その辺まで待って頂ければと思います。まあ、ただし昨年よりかかなり難しいということはね、まあ、これは私の感じているところ、まあ、他の講師も感じているところなのでねまあそんなに落胆することはないとは思います。 ですね、例によって標準委託契約書それから会計と続いていく中なんですが。 標準委託契約書のですね突破締めの問題の問いの7番ですかねこちらが個数であって、えー、ちょっと細かいことを聞いているのもあるので解きにくかったかとは思います問いの7番ねただし89と絶対落とさないよね、えー、もう引っかき方も典型ですしねちなみに問いの8番目はすいません足の2番ですね、えー、すいませんちゃんと 書面で助言してくださいという話ですね、えー、口頭ではダメですいわゆる、えー、維持集団のね企画または実施の調整の業務の中でですね助言ですね助言はちゃんと書面でやってくださいというものでしたねそれから問いの9番目これも明らかでした不適切なところがですね、えー、管理業者は、えー、まあ、機関事務に関してですねあの事務、えー、管理事務のまあ、一部であればね、えー、これは 再委託することができるんですがその時であったとしてもちゃんと責任を持ってください責任を免れるわけがありませんっていうのでねこの辺はしっかり落とさないようにはしてみてくださいですね。はい十10番目と11番目問いの1一番それから失礼問いの10番と問いの11番はいわゆる滞納に関するものなんですが問いの10番ね破産の細かいことを聞いてるようなんですが組み合わせの問題でしたから。 例によって小学訴訟の足の足あ、これは必ずじゃないですねこの「小学訴訟でいこうが通常の訴訟でいこうがこれは自由ですのでしなければなりません」というと明らかに誤りです。それと組み合わせの中で足のうーですかね。これ区分所有法の問題なんですが滞納者がいてその滞納のままね特定承継が出てきたら、まあ、すなわち売却した場合は「 買い主もね、えー、この滞納に関して責任を負っていきますが売り主が免れるわけがありませんからね、まあ、これが正しいとなりますので必然的に回答の、まあ、組み合わせとしては誤っているものとしてはね「えー、あ」と「えー」ということで、まあ、非常に回答は出しやすかったとは思います。 はい11番目も何回も聞かれているところなんですがまたこれ破産のものなんですが、えー、124がね、まあ、明らかに誤っておりますので、まあ、どちらかというと民法の問題ですが「催告」これはもちろん自己中断自由の「 それだけではダメですけれどもね、えー、後ほど6月内にね裁判所の、まあ、請求をしなければいけませんけれどもその催告に該当するかどうかの問題の中で特に内容証明に限ったわけではありません。それから2番目金銭債権債務なんですけれども。 えー、遅延損害金ね、えー、もちろん法定利息についてね、えー、請求はできます。というところでしょうか。はいえー、4番目まあ、えー、行方不明の人に対しても訴えていき、自体はできます。あの工事、送達の方法を利用できればねっていうことで、1。24がねまあ、過去問からもすぐ誤り回答できるので、残った3番がそうなのかな。まあ、いわゆるここは消去法ですが、回答できないわけではないです。というところですね。えー、まあ、この辺まで。 比較的簡単でしたはい12番それから13番はこれ標準管理規約上の会計ですがこちらも過去問通りでしょうか。あの難しいところもないですね。14番それから15番まあ例によって仕分けですが、えー、やっぱりネタ切れしてますかね、えー、例年通りです。ただ問いいの14番はここ数年多い 事実自体が、四月のね、あの、ちなみに、三月の仕分けをするということなんですが、四月に払ったという事実ね。えー、これをもって仕分けせようです。ポイントは、四月の支払いで五月分とか、四月分というのは、三月においては何らの仕分けもしない。これ、番号で言うと、この請求書の内訳の中の一番目のね。五月分の管理委費、それから四番目の五月分のリース料、これは。 4月に払ったところで3月の仕分けにおいては何ら出てきませんということですね結論とすると4月に払ったんだけれどもこれ3月に、まあえー、支払ってなかった、えー、この、えー、未払い分を仕分けせよっていうね、えー、というところなのでまあ この4月の払ったという事実に基づいて3月の未払いをこれ仕分けせよっていうことなんでねまあそこに気づくか気づかないかですがここ数年この流れありますのでねまあ気づかないとすると過去もやってないとしか言えませんのでというところ非常に簡単な問題でしたはい問いの15番2ページにまたがってね仕分けでややこしいこと書いてあるんですがまあえっと冷静にねその資料を読めたかというところでしょうかね 見積書というところでですねその見積書の内容の中にですねまず2つに分かれていて、えー、外壁の補修とそしてもう一つが防犯カメラですね、えー、設置とありますので、まあ、ここで一つ外壁の補修は単純に修繕費としていればいいんですがもう一つの防犯カメラの設置はこれは修繕ではなくてね、えーまあ、この、えー、当てはまってる 勘定科目の中で言うと重機備品これで、えー、仕分けすればいいというところですねまずこの2つに分けるということともう一つ資料の中で読み取れたかということですね外壁補修のところではですね1ヶ月後に、えー、指定口座に振り込みますということなんですね引き渡しだから引き渡し日が3月15日になってますから4月に、えー、まあ、振り込みますということは3月においてはこれ未払いになりましたっていうこの仕分けをしてください といううころでしょうか、まあ、そこに1つですねそれから防犯カメラの重機備品のところでも合計で350万円であるところをですね、えー、これを50万円のね、えー、これ手付金についてこれは払いましたこれしかも2月にね、えー、払っているというところでしょうかねあ失礼しました、えー、今後2月に払っているっていうところねまあそこのところでしょうかね。ですのでまあ3月においてはそのえー 前払い金これを、まあえー、と処理するね、えー、仕分けをしなきゃ意見はされるっていうところでしょうだからまあ必然的に回答としてはね一番ということとなりますはいまあ組み合わせた,た問題ですがそれぞれね過去に聞かれたことをまあ組み合わせているので一つ一つ冷静に考えていくとこれもそんなに難しくはないでしょうまあ正解率もかなり仕分け今回も問いの14番15番仕分け2問とも落とせないという流れでしたかねはい。 税、問いの16番目の問いの、えー、税金なんですが、消費で、えー、かなり細かいことを聞いております。確か過去で一度だけですね、あのー、この基準年、えー、前々年度のね、えー、この 基準年とそれとプラス前年度のね前期でまあ1,000万円という基準をまあ一度聞かれたことがあるんですがここをしっかり聞いてきたっていうのはねえありませんので4足ともねその点について聞いてて聞おります基本的なこのえ基準年のと,のところとですね特定期間のねえものを聞いているんですがよーく見るともう。 あの足の四番以外を選んでしまうとついつまが合わなくなってしまいますので全く知識なくてね、えー、まあ四番を選べるようにはなっておりますあまあこれを失敗作というかどうかわかりませんがねよく読んでしまえばえっ、ー、と知識がなくてもまあ必然的に回答がね四番というのが見えてくるっていうのはありましただから比較的皆さんできているんじゃないでしょうか、えー、意味がわからないままもう四番しかありえないだろうというところが見えてきているので総じてこの実務、えー、それから会計に に関しては、えーまあ、例年通りですけどね、えー、簡単でした、まあ、最初の、えー、契約書の問いの7番が個数で解きにくかったぐらいでしょうかねですのでここを一、まあ、ついかに落としてないかですね、えーまあ、それが一つポイントとなってくると思います比べて、えー、問いの17番からあるいわゆる建築設備の問題について12問ある中でなん、まあ、とか半分ぐらい取れればいいんじゃないかなという気はしております 過去問で取れたのがですねうん問いの19番と20番それから26番ぐらいですねはい過去問をしっかりやっててあ、えー、取れたのっていうのがねこの3問ただこの3問はデータを落とさないようにね念のためチェックしておきますとまず問いの19番は鉄筋コンクリートの話なんですがいわゆるコンクリートの劣化症状ですね。 アルカリ骨材反応、えー、ですねアルカリ骨大反応はもう呼んで字のごとくですねアルカリと骨材が、まあ、妙な反応を起こしてですね、まあ、骨材の中にあるものなんですがねこれが反応して、まあえー、水分を含んでしまうというところでしょうかね。で中で膨らんでくるということなんですが、えー、これサビなどとは直接的には関係のないところなんでね。 アルカリ骨剤反応がまあ鉄筋と長期にわたってこの鉄筋と反応するという記述を持って誤りなのでまあ不適切なものはどれかという中でまあ他の足がかなりえと専門的であるものの足の3番のアルカリ骨剤反応がねえこの記述が誤りだっていうのはすぐ選べたかとは思います。 それから続いての問いの20番ですね、えー、給水・排水の問題ですけれども、排水管の勾配、えー。最近ちょっと出題が止まってたんですが、この排水管ね、単純に、えー、まあ,あのいわゆる関係太さですが、一律ではないということですね。えー、その流れる中身によってね、まあ、排水で考えますと、そうですね、脱排水とかそれから、えー 固形物が入らなないようなものねまあ、比較的これは関係がが細いんですす急なな配になっております一方ですね固形物が考えられるような汚水ねこちらはどうしても急にしすぎるとそこによって詰まる可能性がありますので、えー、この勾配は関係が太くなりますと緩やかになるそうすると規律が全くねまあ、例によって小さいと大きいの違い、えー、これね、まあ ちゃんと読んで冷静に判断するとまあ比較的簡単だったとは思いますまあ、過去問通りではあるところでしょうかねそれと問いの26番ですかねまあ、これもコンクリートの劣化のことなんですがコンクリートの問いの26番ですねコンクリートの表面に白い粉状のものが付着していた というとこれもズバリ、えー、フローレッセンスの話で、えー、これに塩害というのでまあうーんというもののいやこれはもうエフローレッセンスの話でしょうというので塩害で白い粉まだあの溶けずに塩のままかっていうそのツッコミ入りますからね、えー、少なくともその知識がなかったも塩はそのまま作っていくことはちょっとはあっていうふうになるとは思いますのでね、まあ、これも、えーまあ、過去もやってれば、えー、と比較的容易に一番 適切と判断できたんじゃないでしょうか残念ながら僕が確信持って過去問をやっていればこの解けるというのはこう3問だけだっ たでしょうかね。で、十二問のうち三問でどうやってあと三問、えー、持っていくかというと、もうこうなってくると一つ常識的なところはありますね。で、今回一つ特徴としてですね、近年のまあ流れ傾向を出題しているところがありましたね。一つがですね、えー、っと若い番号からいくと、遠い番号のあ十八番ね、少し戻りますが、補強コンクリートブロック造 の塀とありますこれあのもう去年になりますかね、えー、大阪の方で大きな地震であの塀が崩れてあの人命を落としてしまっているという事件があったの塀の崩れによってねあのあまり見られないところだったんですがまあそういうまあ事故事件があったので、まあ、改めてですね国土交通大臣の方がね基準をまあ作ったというところなんですが要は塀が崩れてまあ あの特に小学生のね、まあ、小さいお子さんが、まあ、あ亡くなるっていうことがあったのでそれを踏まえてであと読んで何のこっちゃってわからなかった時にはこの数字おかしいだろうっていう感覚が持てたかですよね。の、えー、の高ささ足の一番目3メートルだととこれ次また人命落とさんか ちょっとツッコミ入れてそれじゃあこれ高すぎるだろう3メートル以下だったらね3メートルでも OK になりますからまあここ知識がなかった時は数字のハテナっていうところに気がついていただいてもう、えー、素直にね、えー、これはちょっとおかしいだろう ととといいううのでで素直にいくということですねまあ数字の入れ替えは似たような数字の入れ替えか明らかにおかしい数字だろうっていうのでね見えてくるところまあここがいわゆるまあ多少余裕があった時に見えてくるところでしょうかね。それからもう一つこれも時代の流れを見ている問題でしたが問いの24番目ですね。えー、住生活基本法 とということなんですが、まあ、それに基づいてね「住生活基本法何のこっちゃ」っていう話なんですが、えー、あ,あそうか足の1番2番3番読んでいくと「立て返りホーム」とかそれから「3番」なんかは「空き家と」ともうちゃんと書いてあるのでそれを前提の話かなということを123と読んでいただければですね 4番目ですね強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長に関してまあこれは分かります基本的な施策の一つに住生活産業の市場規模をさらに拡大するため空き家,家が増えてきているのにさらにさらに市場規模をさらに拡大してうんぬんかんぬんっていうのは果たしてつじつまが合っているかな っていうところですねまあ記述上ちょっとおかしいだろうっていうのはやはり、えー、見たこともない、ねえー、ま記、あ、述の中でおかしいというのを素直に選んできたまあ、こういう形で常識半分のところをなんとか回答できればねっていうのであとは、えー、12問のうち過去問で、ね、3問常識的にあと27問もほぼ常識でいけましたかね。エキスパンンンションジョジイント、えー、まあ 耐震対策の中で、えー、建物を切って繋いでるところにカバーを強固に、えーね、両端をですね体に固定したら余計グラフあのおかしくなるでしょうっていうので、まあ、この辺の常識感覚で2問3問プラスアルファでどさくさ紛れっていうわけじゃないですけど残りのものね、えー、6問あるも中でですね4択ですからまあプラス、まあ、理想を言えば過去問で3問。 えー、常識で2問3問それからまあ言葉表現あれですけど転がして二問ということで半分はいいけたかなととうことですね大失敗だけしないように特にね過去問でと言われるような192026ねこれを落とさなかったかっていうのが一つ勝負かなただし今回のやっぱり設備系はですね、えー、合否を分けるもんではなかったでしょうね大失敗だけしないようにっていう形でしょうか。でえーっとまあ 厳密には的には、ね、設備刑法令というわけじゃないんですがずっと後ろの方を行ってですね問いの41番43番ねうんあのここ1年出なかったので消費者契約法と個人情報保護法まあ今年この2問とも出てきましたかね。えー、どちらも…えーまあ 単独の問題でしたで改正もあるので、まあ、常々この消費者契約法と、えー、個人情報保護法がね、まあ、今年はどちらかが絶対出題されるだろうって言ってたら2問とも出されましたね。でしかも 改正点じゃなかったですいつもの通りのしかも定義だけでしたから比較的この41ととはは取れたかなとは思います、えー、消費者契約法は、まあ、消費者と事業者ですが事業者は、えー、これは、えー、団体ね法人などの団体と個人であってその個人であったとしてもその事業に、えーねえー、ためにする契約の場合はこれも事業者ということでね、えー、この消費者 えー、契約法の保護対象にはなりません、まあ、その一言を持って回答でできたはずですそれから43番目の個人情報保護法は、えー、事業をやる上で個人情報を扱わざるをえないっていうところ、まあ、ただそこをあまり無茶するとというので規制する中でですね、えー、商売するために必要となってくるのはもうこれは死んだ人あたりに商売,商売できませんのでね、えー、これはもう対象としては生存する個人ですね。で 結局内用を防止するためなので、えーまあ、個人データというよりもそのデータベース化されたものを、ね、乱用をされたくないということなので、まあ、そこからも、えー、穴上ですから足の2番のね生存する個人ということと括弧の C のところね個人情報データベースとで、まあ、これも簡単に定義だけでいけたところなので全くやってなかったらね、えー、個人情報保護法とはそれから消費者契約法とはハテナっていうのだったら解けないんですが定義とその 法律の意味合いを持っていれば、まあ、非常に簡単だったと思いますね、まあ、これもですねいわゆるマイナー法はその法律ごと捨てないで1丁目1番地1行目に書いてあることぐらいはちゃんと捉えておきましょうという、まあ、対策で何とかなったところでしょうか。うんえー、っと今見直してもこの設備の特に17番目から28番目の、えー、12問は、ね、解きにくかったんですけれどもその中でいかに過去問で取れる問題、うん、それから まあ試験の流れを考えて常識で解ける問題、えー、そういったものを落とさなかったかっていうのが一つ勝負になったかと思います。はい、ですね。えー、っとまああのー、この1年いや半年頑張った中でね、まあ、結果は結果としてね、えー、もうしばらくお待ちくださいなんですけれどもまあえー、っと今日やった中でね、あのー、少しでもねえー、っと見直して、えー、まあ今後につなげていただければという感じでした。はい、それでは、えー 二千十八年の管理業務主任者のね回答速報でした。終了します。お疲れ様でした。